スケボチャンネルご覧の皆さん、こんにちは、吉川貴博とよもぎです。いやー、今日はね、ちょっとね、昨日久々に体調崩しまして、お腹の調子悪くなっちゃってね、熱っぽくてずっとただただ寝てましたね。はい、昨日寝て、昨夜も寝て、何時間寝たんだってぐらい寝たんですけれどもね。で、よもぎはね、今もまだ寝ております。今日はね、ちょっとおすすめの本があって、ちょっとね、昨日メッセージをいただいた方から質問を受けた時に、ふとこの本いいんじゃないかなっておすすめしたくなったんで、まあ、皆さんにもシェアできればなと思って、ご紹介をしていこうかなと思います、ね。で、これですね、これポケットの中のダイヤモンド、いいタイトルですね。めちゃめちゃね、なんかこう輝かしい素敵なね、ときめくようなタイトルなんですけれども、フルボッコにされる内容です。ちょっといい意味でですよ。で、結局この、著者のガンガジさんっていうね、綺麗な女性なんですよ。アメリカ人だと思うんですけど、多分この方はもういろんな探求をしたわけですよ。ヨガをやったり、瞑想したり、もういろんなことをあらゆるやったんだけど、心の中のぽっかりと開いた穴が埋められない、とても裕福な暮らしをするようになってもそれでも埋まらないと。で、最終的に訪ねたのが、パパジというね、悟り勉強してる人は知ってると思うんですけども、そこに訪れて、あなたは正しい場所に来たと。そして教えを授かるわけですけども、そのまあパパジから受け継いだ話を書き記してる本ですね。僕がこの本を読んだのは2015年の頭ぐらい、で、僕本当にね、すごい短縮してるんですけど、自分で言うのもなんだけど、半端ない探求しました。悟りの本本当にたくさん読んだんで、で、その中でも、まあ、僕が調べた範囲の中で現代でね、2つ素晴らしい本をあげるとしたら、前に話したニューアースとこのポケットの中のダイヤモンドなんじゃないかなと思います。それはあるもね、日本人の作家さんが書いてて、物語調でね、それこそ嫌われる勇気みたいな大ヒットした本あるじゃないですか。あれと似たような書き方でそれはあるは書いてあるんで、あ、すいません、整髪料何も今日つけてないですね。はい、このポケットの中のダイヤモンドはおすすめですね。悟りを開くってことすらも、なぜお前その悟りを開こうとしてるのかという確信をついてくる、確信に迫ってくるような質問がたくさん書いてあるんで、僕はね、この本をね、何回も何回も読みました。最初のうちはね、読むたびにこれで泣いてましたね。辛い、悔しい、この間の被害者意識の、昨日か、被害者意識のことについて書いたじゃないですか。そこら辺とかもこれ確信をかなりついてくる本なんで、ちょっと読んでいただけたらなと思います。被害者意識ってのは結局あなたの物語、ストーリーなんですよ。で、悟りっていうのはそっから抜けるっていうことだから、被害者意識を愛しい、潜在的にですよ、私はなんてかわいそうな人なんだ、なんて辛い人なんだ、私は本当に惨めだ、誰か分かってほしい、誰か分かってほしいっていう段階では自我は落ちないです。これは断言できる。まだまだ探求が足りません。で、探求を僕しろって言ってるんじゃなくて、もうしないって思えたんだったらしないでいいじゃないですか。それはそれで人の自由だから。ただ僕は探求をして、今は良かったと思ってるし、探求しない人生よりも振り切って探求して悟りという境地を得た人生というのは、本当にリラックスした状態で人生を、どんなことも起きていくんですよ。いいことも悪いことも起きていくけど、そんな中でもちろんその中では緊張が起きたりとか、恐怖だったり不安とかは湧き起こるけども、ただ囚われなくなっていくっていうことなんですよね。そこに現れては消えていくもの、
だから体験としてはもうヴィパッサナー瞑想を僕は10日間の合宿に行ける人は絶対に行った方がいいと思いますよ。しかもお布施形式だから、まあ、変な話ね、お金払わなくても行けちゃうわけだから。